はい、よろしくお願いします。みなちゃんでございます。というわけで皆さん、試合の1週間前とかになると、ああ、もうやることないな、みたいな。あとはもうちょっとこう、疲れが残らんようにして、試合に臨めば、勝てるかなみたいな感じで思うと思うんですけど、意外と1週間前からでもできることね、まだまだたくさんありますし、1週間前からでも最後のこれだけの差をね、埋めるためにしっかりこの1週間前練習することでいい結果につながりますので、今日はその1週間前にできること、やっておいた方がいいことみたいな感じでちょっとね、ご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。内容としては、まずは本番の試合のラリーに少しでも近づけるためにワンポイントやっておけばいいこと。はい、それから2番目には、サーブの使い方ですね。こうサーブってやっぱりこうすごく大事なので、まだまだ、残り1週間でもサーブっていうのをね、変えることができますっていうところ。はい、で3番目は試合の態度です。試合中にこうどういう振る舞いをするか。はい、4番目は、最後まで戦い切るためのメンタリティみたいな、はい、順番でご紹介をしていって、最後の1週間まだまだこう諦めずに練習をすればしっかりね、逆転につながるし、はい、まあ、何回も言いますけど、ここのところ、一頑張りできるかどうかで本番の試合ガラッと変わってきます。内容としては僕が、ジュニアに対してこう試合1週間前に、行ってた練習であったりとか、草取り出る方は1週間前毎日練習できないんですけど、考える時間は結構ありますから、その考える時間のところでどうやって頭を整理すれば結果につながりますよみたいなアドバイスをして、今日実際にね、結果が出たかみたいな、はい、そういうところをご紹介していきたいと思います。このチャンネルではこういう感じで元関西オートフィットネススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチをやってた私が全国トップレベルのジュニアからルナグレンの一般のテニスプレイヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かして、これだったら明日もテニスしてみようかなと、1週間前やけどちょっと練習せなあかんなと思ってもらえるような動画作りを目指してますので、気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではやってみましょう。どうぞ。はい、まず最初のトピックです。ラリーから入る練習。何のことみたいな感じでね、思うと思いますけど、サーブレシーブの後、とりあえず落ち着いてラリーから入る練習をしておきましょうというところです。はい。まあ実際ね、こう本番の試合が始まると、まあどうしても慌ててしまう。はい、慌ててしまうので、サーブレシーブをやった後のこう、まずね、余裕がなくなるみたいなのもあるんですね。やっぱサーブレシーブ緊張するじゃないですか。あ、サーブ入った。あ、リターンしっかり返せた。で、そこで緊張がもうゆっと緩んでしまって、ドーンと次のストロークでこう失敗してしまうと。こういうことね、結構あるあるだと思うんです。はい。まあ、これが、まあ、最終、もう試合の一番大事な場面で出てしまうというのはまだしょうがないんですけど、まあ、出ない方がいいんですよ。出ない方がいいんで、まあ、ここまではもう考えて癖をつけていけた方がいいんですけど、まあ、サーブレシーブを行った後、しっかりとこう、ラリーから入る。さあ、今からラリーしようぜみたいなボールを打っていく練習っていうのはね、こう、試合直前になって、しっかりね、やっとくといいと思います。なぜかというと、テニスの練習っていうのはやっぱ最後のウィニングショットみたいなところを練習することが多くなるし、まあそれまでのね、過程ももちろん練習はするんですけど、どうしても選手本人の気持ちからすると最後のポイントをフィニッシュしていくところですね。チャンスボールを叩き込んでいくところとか、回り込んでストレートを打っていくところとか、はい、そういうところにこう自分の神経をフォーカスして練習すると思うんですね。ですから、サーブレシーブの後の次の1球をしっかり入れてラリーから行こうっていうところを、まあ普段、めっちゃ意識して練習してるケースというのはね、結構少ないんじゃないのかなと思います。まあもちろん指導者の方がね、それを言ってるとそうなるんですけど、まあ選手自身がフリーで練習してる中で、なかなかそこっていうのはね、意識できてないです。はい。ですから、まあ試合が近くなると、しっかりとそこをこう意識させる。はい。サーブレシーブ入れました。まあこのサーブレシーブの練習もしっかりしなきゃいけないんですけど、その次のストロークの1球目ですよね。ここのところを相手コートのどこにどういう風なボールを打つのかっていうところのイメージまでしっかりさせて、打ってもらうと。これだけでね、こう試合がこうぐんとこう締まってきます。はい。簡単にポイントを落とさなくなりますし、逆にそうやってラリーを続くことで自分が、チャンスボールまで持っていける、そういうラリーがね、増えてきます。じゃあ具体的にこうどういうボールを、打っていくか、打っていけばいいのかっていうところだと、まあラリーをしていくわけですから、まずは、深いボールをしっかり打っていくというところです。浅いボールだと相手にこう打たれてしまうので、深いボールを打っていく。それから、いきなり角度をつけるっていうよりは、ある程度コートのセンター付近にね、持っていくといいのかなと思います。もちろんまあクロスかストレートっていうと、まあクロス寄りのボールで、しかもあんまりこう、まあ、しっかりコーナーに行くっていうよりはちょっと内側に行くような感じのボールをね、イメージしてもらえたら、ちょうどいいクロスになるのかなと思いますし、ボールの軌道的にも、まあ少し高め、そんなにこういきなりこう低くて狙っていくようなボールではなくて、気持ちね、自分が普段打ってる、ラリーをしてる時のようなボールの軌道ですよね、を目指していくといいと思います。できれば少し回転をかけれるといいと思いますし、両手打ちバックハンドであれば低い軌道でもいいと思いますし、スライスだとしっかり滑っていく感じでいいと思いますけど、自分のニュートラルなボールですね。普段こうラリーをしているボール、ニュートラルなボールを使って決めに行くのではなく、しっかりとクロス気味の深いところに送っていくと。さあ、ラリーしようぜみたいな空気のね、ボールがそこで出るといいと思います。そんなんあえてこう練習する必要あるのって思うかもしれないんですけど、これやっぱりね、こう練習しとかないと、フットワークとのね、コーディネーションとか、ポジション取り、そこのところの意識にもね、そのままつながってくるので、じゃあサーブレシーブからこう試合展開しようぜみたいなこう練習をですね、普段こうたくさんやると思うんですけど、そうなった時にどうしてもやっぱ攻撃重視というか、自分のやりたいこと重視の練習にこうなってしまうんですね。で、実際の試合で、じゃあお願いしますって始めて、そのノリで行ってしまうと、下がることもできなければ、ニュートラルなフットワークですよね。どこでも打ってきても全部取るよみたいなフットワークが結構できなくて、サーブレシーブした後足がドーン止まってしまってもコートの中に入ってしまうみたいな感じになってしまいがちです。ですから、さあラリーをしようぜっていうボールを練習の中で使う。じゃあどうしなきゃいけないのか。ポジションは前なの、ちょっと下がるの、めっちゃ下がるの。ここはね、個性によると思いますけど、前はないと思いますね。やっぱりちょっと下がるか、めっちゃ下がるのポジション取りを取って、しっかりこう、ラリーを作っていく。それからフットワークにしても、ある程度、右サイド、左サイド、どっちのコーナーに来ても取れるような構え。その代わり、決め打ちで先にこう相手が打ってくるところを先回りして決めに行くっていうようなショットはこう出せないと。そういう感じの足の使い方で、待つと。こういうところのコーディネートまでしっかりできないと、実際の本番の試合で、じゃあラリーしましょうかって言って、その形に入っていけないので、まずは、試合が少し近くなってくると、サーブレシーブの後、ラリーから入る練習っていうのをしっかりとね、しとくといいと思います。今言ったようなボールの軌道を使って、とりあえずラリーしようぜ、みたいな。僕がよくやる練習としては、3球、ラリーを続けてから何かやることを考えようみたいな感じで言うんですけど、この練習はね、こうしっかりしといた方がいいと思います。2種類あって、1つはコース変えるな、みたいな。その3球中はもうコース変えるなと。これはもうすごく簡単なやり方になるので、おすすめします。無理やりコースは変えずに、クロス気味のボールで3球打つという形。もう1つの方法は、両サイド、1.5 メートルぐらいは打たずに、その中で適度に散らしながら3往復。これはちょっとね、高度になりますし、エラーも増えてくるんですけど、練習すると少しずつね、できるようになってきますので、このあたりね、立ち上がりは、とりあえず、サーブレシーブの後、ラリーから入ると、そういう気持ちでもってプレーできるように練習でしっかりと作っておきましょう。続いて、ファーストサーブの使い方です。ここのところもね、しっかりと試合が近くなってくると、練習を、実際の試合でどういう風なサーブを使っていくのかっていうのを、イメージトレーニングをして、実際に打ってみるということをね、やってみるといいのかなと思います。これなぜかというと、もうお分かりだと思うんですけど、サーブ練習っていうのはどうしてもやっぱ自分のね、こう、ベストのサーブを練習する時間であるし、回転系のサーブを練習する時でも少しでも跳ねるようにとか、少しでも曲がるようにとか、少しでもこうギリギリのコーナーに入っていくようにとか、そういう感じで自分のこう能力をね、高めるように練習をしていくと思います。それはそれですごく大事なことなんですけど、知らず知らずのうちに、試合の大事な場面で、使うようなイメージであるとか、あとは試合の全然大事な場面じゃないところですね、こう、お互いがまだ探り合いというか、大事なポイントに行くまでの少しずつ小さな積み重ねをやっていく時間帯のところで使うサーブのイメージっていうのがあんまりこうないんですね。ですから試合序盤とかそういう感じでこうポイントを積み重ねていく時間帯に使うにしては、ハイリスクなサーブを練習しているというようなイメージになります。そこまで狙わんでいいやんっていうところを最初から狙っていくと。と、本番の試合行ったら今までやったことないコートでやらなあかんし、やったことない練習相手やし、練習の時とボールは変わるし、新品やし、メーカー違うしみたいな、その状況で、そういう感じで試合に入ってしまうと、なぜか入らない。焦ってしまうということになりがちなので、じゃあ本番の試合でファーストサーブはこういう風に使っていく。セカンドサーブっていうのはこういう風に使っていくっていうところをしっかりとイメージをつけてこう練習をしておくと。例えばファーストサーブであればドフラットを使うのはワンゲームに1本あるかないか、そういう風にしとこうと。どうしても困った時とか流れを変える時とかに使おうと。それ以外は少し早めのスライスサーブを相手のバックハンドに入れていこうとか、はい、でそういうサーブをこう練習しておく、はい、これはすごくね、大事だと思いますし、セカンドサーブにしても、ギリギリこう深いところで相手のこう嫌なところに弾ますっていうよりは、やっぱりダブルフォールトをしないことをもう先決にして、少し浅めでいいから入れていって、ここが大事なんですけど、次の構えをしっかり早くしようと。はい、そこまでこう自分でね、しっかりこう練習できておくと、まあ、本番の試合で慌てることがこう少ないかなと思います。はい、で先ほどのファーストサーブの例でいくと、じゃあちょっとね、回転系のサーブで、スライスサーブで相手のバックハンドに入れました。浅いボールが来る可能性が高いので、じゃあファーストサーブ練習するときはスライスサーブ、センター、相手のバック側に打って、次コートの中に入って待とうとか、はい、これだけですごく、1個のね、こうイメージトレーニングとしてすごくいいですし、セカンドサーブ、ちょっと叩かれるかもしれないですけど、ダブルフォールト怖いんで、ちょっと浅めにスピンサーブ入れましょう。下がって待ちますみたいな。はい。それだけでもね、だいぶ変わってきます。もう一歩踏み込むのであれば、自分がダブルフォールトしてしまったと。ダブルフォールト当然してしまうと思うんですね。ダブルフォールトしてしまいました。その次のポイントのファーストサーブ、どういうサーブを打ちましょうとか。もう連続でダブルフォールトしたくないし、ダブルフォールトした後にセカンドサーブ打ちたくない。じゃあ、どういう風にしましょうとか。これだけでもね、だいぶいいイメージトレーニングになります。とにかく入れなきゃいけないサーブ。じゃあどういう風な感じでファーストサーブにしよう。もうセカンドサーブを打ってしまおうとか、そういう感じのイメージトレーニングもすごく大事になります。それからもう一つ言うなら、相手がですね、こうリターンのポジションを変えてくる場合もありますよね。相手によってはこう回り込むぞみたいな感じで男子であればすごくこう外側に構えたりとか、女子であれば、じり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 こう、前に入ってくるとリターンの構えがですね、もう叩いてやるぞみたいな感じでこう入ってくる。その時に、どういうサーブを打とうと。はい、こういう感じでね、こう、心づもりを持って、サーブを打っていくっていうのはね、ものすごく大事だと思います。あ、前入ってくるが来たらいいやん、みたいな。私はいつもの相手のプレッシャーに負けずに、セカンドサーブを打っていくと。はい、あんたちょっと振り遅れるかもしれんよ、みたいな感じがあるとね、いいと思うんですね。そういうところの練習ができてないと、うわ、前入ってきた、叩かれる、どうしよう、みたいなので、ダブルフォールトになってしまったりとか、そういう感じにもつながっていきますので、ファーストサーブ、それから、セカンドサーブ、両方踏まえて、こう、サーブの、使い方のところを、頭の中にイメージしてこう練習しとくと。自分のサーブのスペックを高める練習は練習でしっかりね、こう、長い時間を作ってやればいいと思います。はい。ただ試合が近づいてきたところで、そういう感じで使い方の面での練習をしておくことで、本当に、本番の試合でボールをつきながら、余裕を持って、練習していけたことを出していこうという感じでね、プレーができますので、ぜひこの辺、サーブの使い方の練習はやっておいてください。はい。続いてこれは技術的なところとはちょっと関係ないんですけど、自分のこうルーティーンの確認ですね。これはやっておいた方がいいのかなと思います。わかりやすいところで言うと、ファーストサーブ打つときはボール4回つく、セカンドサーブ打つときは3回つくとか、これだけでもサーブの時の、心持ちですね。こうメンタルだいぶ安定してきますし、リターンの時はじゃあどうしよう。相手のファーストサーブの時は、ベースラインから、ラケット1本分後ろで構えようとか、相手のセカンドサーブの時にはベースラインにつま先を乗せるところまで前に入っていこうとか、そういう感じの、イメージトレーニングを持って、練習していくと、自分のこうルーティンですよね。次の試合ではこれを使おうみたいな感じで頭を整理しておくことで、本当にね、こう試合にこう集中して入っていきます。はい、試合で一番大事なことっていうのは、次のポイントのことを考えて、次のポイントに集中することです。はい。前のポイントをこう引きずらないっていうことね、ものすごく大事になってきますので、前のポイントが終わった瞬間、自分がいつもやってるこうルーティンをやると。そうすることで、自然とこう前のポイントをね、こう考えなくなります。引きずらなくなります。はい。で、次のポイントにこう集中して臨んでいける。またまっさらな気持ちで臨んでいけると。次やるポイントで打つボールっていうのは自分の人生の中でまだ一回も打ったことないボールなので、そこで何が起こるのかっていうのは自分の、頑張り次第ですから、そういう考えにこうスーッと持っていってくれるのは、そのボールを打ってるポイント間の、打ってるのと打ってるのの間ですね、こうポイント間の自分のこうルーティン、ものすごく大事になります。もう線を踏まずに歩くとか、上を見て歩くとか、そんなんでもいいと思います。ガッとこう必ずこうちょっと直すであるとか、そういう感じでいいと思いますので、自分のルーティンですね。このノートに、各レベルで、やっておいてもね、すごくいいかなと思います。あとはこうコートチェンジで座った時に何をするのか。めっちゃ有名なところでは、ナダル選手のこうペットボトルを置く位置みたいなね、決まってるっていうのがね、あって、まあ一回なんかで、風がなんかで飛んだのかな、ボールボーイがそれを知ってて全く同じ位置にこう直したみたいなシーンがね、面白いシーンで、出てきたことがありますけど、そういう感じで、チェンジコートの時のベンチに座ってる時の、ルーティンなんかも自分でね決めておくといいかなと思います。まあ、ノートを開いてみるでもいいですし、座る時は、必ずこう膝を閉じて座るとかでもいいですし、こう膝に必ずこうタオルをかけるとかっていう習慣でもいい、首にタオルをかけてから、水を飲むとかっていう習慣でもいいと思いますし、こう何かしらルーティン決めておくっていうのはねものすごく大事かなと思います。まあ、なぜかというとこう座ってる時とかに分かりやすい人やっぱ態度に思いっきり出ますよね。こうやばいなーっていう態度を出たりとかする人ねすごく多いです。こう困ってるところというか、どうしようみたいな感じにこう出る人多いんですけど、やっぱそれって出てしまうのってやっぱあんまり良くないので、平然としておいた方がよくて、じゃあ平然としろって言ってもじゃあいきなり平然としろって言われてもどうしていいか人間は分からないので、そういう感じでこうルールを決めておいて自分の中でやることをやると、はい、少量でいいから何かを食べるであるとか、必ず水ペットボトル2本用意しておいて、水とスポーツドリンク用意しておいて、両方飲むとか、そういう感じだけでもですねもうだいぶやることが決まってるので、やばいなと思っててもこうそのままこう態度に出ずにひょうひょうとしてこう次の、ゲームに入っていけるとか、そういうことに、ね、なりますので、必ずその辺りの、試合に入る時のルーティン決めておくとねいいと思います。まあ何やっていいかわからんなっていう人はもう好きな選手の真似をそのままねすればいいと思います。はい、そのまま真似をこう書き出して、やると、そういうことによってこう気持ちも高まっていきますから、はい、好きな選手の真似をして、ルーティン決めて、試合を行うと、はい、この辺はねもう試合1週間前からでも十分やっていけますので、是非トライしてみていただきたいなと思います。はい、それから、最後ちょっとこう根性論ではないですね。これは根性論ではなくて、精神論、メンタルの持ちようというか、はい、マインドセットみたいなものだと思うんですけど、しっかり最後までこう戦い切る決意っていうのはね、頭の中で決めて、コートに入るべきだと思います。はい、この辺りも試合前1週間ぐらいから少しずつねこうつけていくと、いいと思います。はい、なぜかというとですね、大体ちょっとこうメンタル的に弱い選手っていうのは試合の1週間ぐらい前になってくるとこうテニスがねこうおかしくなってくるんですね。おかしくなってくる、あれ何やろみたいな、傍から見ると全然不調には見えないし、普段と全く同じようなテニスをしてるんですけど、自分のミスが、試合1週間前になるので今までよりも強烈に頭に印象に残ってこう不安が蓄積されていくと、はい、そういう感じの、メンタリティというか。気持ちにこうなりやすい選手っています。はい、じゃあそういうどうやって解決していくかっていうと、もうこれはもうコーチが語りかけたりとか、自分でねこう考えていくしかないんですけど、またいつもの緊張きたなみたいな感じで1週間前から気持ちを作っていくしかないんですけど、やっぱり勝っても負けても 0-6 で1ポイントも取れなくても、最後まで全力で、プレーをするという気持ちをこう作っておくというところですね。これはやっぱりこうすごく大事かなと思います。テニスってどこで流れが変わってどこで逆転できるかこうわからないスポーツなので、そこのところはやっぱりこうファイトし続けるっていうところがねすごく大事になります。せっかくこう練習してきたのに 1-3 ぐらいでねもうプレーがおかしくなってしまう選手、結構います。 1-3 とか 4-1 とかだと実際相手もそんなにこうよっしゃこのまま勝てるなっていう風にねこう感じてないケース結構多いんですね。こうなんかちょっとした流れでこうそうなってるだけなのに、やっぱりこう試合に慣れてない選手というか経験が浅い選手というのはそこでこうピュッとこう心が折れてしまって、ああ負けたみたいな、また次の試合大きい試合半年後しかないのにもうそこでこう諦めてしまうみたいなね、そういう感じになるとやっぱすごくもったいないですから、練習したことをしっかりと最後までやりきるっていうこう気持ちを大会前1週間前からこうしっかりこう作っていってコートに立ってやりきると、はい、これねすごく大事だと思います。どうしてもこう負けてしまう試合っていうのは相手にこうリードされるわけですね。1-4 とか、3-5 とか、そういうこうケースが出てくるわけですよ。はい、でその時に一番良くないのは練習で今までやってこなかったようなプレー、なんかせなあかんってこう思ってしまって自分が練習でこうやってきてないようなプレーをこうやってしまうと、はい、これ結構あるあるなんですけど、それが出てしまうと、ほぼ負けてしまいます。はい、やっぱりこうやってきてないことをやって実際の本番の試合でできるかって言えばそれはできないので、ほぼ負けてしまいます。はい、負けパターンの一つでもねあると思うんですよ。できないことをやってしまう、初めてやるようなことをやってしまうというようなことをやってしまう、もしくはそれはやらされてるんですけど、そうなってしまうと負けてしまうので、そうならないように、気持ちを作っとく。少々リードされようが何しようがしっかりと戦い切る、自分が練習してきたプレーでこう戦い切るっていうところの、マインドをね作っておくといいと思います。でこれは特に低年齢のジュニア、小学校低学年とか、小学生の間ぐらいですかね、中学生になってもそうなのかな、やっぱり最後までこう戦い切るってねすごい難しいんですよ。はい、すごく難しい。大人でも切れたくなることあると思うし、大人でもね、こうもう無気力試合みたいにこうしてしまおうかなみたいにこうなってしまうことがあるぐらいなので、まあ、小学生で最後までこうね、握手して自分がこう、まあ、負けるって途中で分かったりとか、負けるかもって思う気持ちをですね、引きずりながら最後までこうやるってこうすごく難しいと思うんですね。はい、僕ら世代の頃はそんなにこう小学校低学年の頃から試合で競争みたいなのってあんまりなかったと思うんですけど、まあ、僕らの経験で言うと、僕ら世代はね、まあ、公園とかでまあ野球とかやってたと思うんですけど、まあ、それでも負けそうになったらもうめちゃくちゃしてたじゃないですか。まあ、ルール変えたりとか、急にもう、喧嘩腰になったりとかやってたと思うんですけど、まあ、そういうこともね、本番の試合だったらできずに、こう頑張ってこう戦い切らなきゃいけないので、まずはまあそういう小学校低学年とかね、小学生の間はですね、最後までこう戦い切れただけでもこう周りがまあある程度こう褒めてあげる、っていうのはね、こう大事かなと思います。まあ、そのあたりこう海外にね、行ったことある、ジュニアの指導者とかもう死ぬほど見てきてるんですけど、まあ海外の選手はね、結構もうグダグダになります。はい、もう、泣き叫ぶ子も多くいれば、もう怒り倒す子もいれば、もうラケットをねもう叩きつけまくる子もいるんですけど、日本人の子はまあなかなかねこうそこまでこう表現ができずにこう内にこもっていくので、どうしてもそれができなかっただけでこうすごく怒られてしまうと、すごくこうかわいそうなことになってしまうというか、なってしまうので、まあ、戦い切ってしっかりこう負けたけど最後までやっただけでこうすごくね、褒めるに値することだと思いますし、逆にこう海外なんかですね、ヨーロッパのクレーコートなんかで僕はよく見るのは、もうグダグダで試合をこう投げ出してしまった子が怒られてるかというと、小学校低学年とかですね、小学生の間はそんなに怒られてないですね。はい、やっぱりこうそこに連れて行ったのは周りの人間でもあるわけですし、本人もよくわからないながらやってるので、まあ、そこは、そうなってしまっても、試合を台無しにするようなことになってしまっても、まあ、ある程度こう包容力のある、態度でやってあげると、はい、そのあたりをしてあげることによってね、中学高校で、やっぱりこういい経験になってしっかり戦いきれる選手に、ね、なっていくと思います。まあ、これは大人の方であっても、まあ、社会経験があるので、まあ、そんなにねこう、切れたりとか、嫌な態度に出したりっていう方は少ないと思うんですけど、まあ、どうしてもねやっぱそういう気持ちになることはねあると思うんですね。やっぱりこう、まあ、これは大人の方も試合経験が浅いうちっていうのはどうしてもこう自分のこう精神状態をねうまく保つのこう難しいので、まあ、最後までこう戦い切るっていうところね、難しくなってくると思うんですけど、まあ、負けてもねこう最後まで自分の練習してきたことをこうコートに置いてくると、それだけでもすごくこう価値のあることですし、そうしきった方がやりきった方がやっぱ次の課題っていうのがねちゃんとこう浮き彫りに、されてくるので、まあ、最後までね、頑張ってこうトライをしてやるだけのことはやって、試合を終わると、はい、そういう気持ちを試合1週間前からこう作っておくということでね、すごくこう次の一歩が踏み出せますので、ぜひ皆さんこの辺りこう試合の1週間ぐらい前からこう気持ちを作ってこう最後までこう戦い切るというところねトライしてみてもらいたいなと思います。はい。というわけで、こう、戦い方のところから最後、こう、メンタルの持ちようのところまで、ちょっとね、こう、思いつくままにお話をさせていただきましたけれども、試合の1週間前からでも、その1週間後の試合に対して、こう、十分、いい影響を与えるような、こう、練習できるようになりますし、この部分をね、こう、やるかやらないかによって、結構本番の試合で、こう、変わります。はい。やっぱりこう変わってくるものなので、最後のもう残り1週間やから、どうせ馬ならへんやんみたいな考えではなくて、こっから最後、しっかりこう戦う準備に入っていくんだみたいな気持ちで練習を切り替えることで、ものすごくね、いい結果にこうつながっていくと思います。最初に言ったのはこうラリーから入る練習をしておくところですね。まあ、これ僕は試合を台無しにしないためにこう一番大事な練習かなと思ってるぐらいです。はい。そんな当たり前やんって思うかもしれないんですけど、やっぱりこう、練習でしっかりしてきたいいショットですとか自分を高める練習を生かすためにもこういうサーブレシーブの後しっかりこうラリーから入っていく、ペースを作っていく、フットワークを作っていく、試合全体のリズムを作っていくっていうところの1本目ですよね。1本目のショットですよね。このショットのところをしっかり練習しておくっていうのはものすごく大事なことだと思います。プラスしてもう一つ大事なところですね。こうサーブの使い方。やっぱサービスゲームっていうのはものすごく大事になりますし、リターンだったらね、とりあえず相手のコートに返して始めようになりますけど、サーブは返してっていう意識よりは自分から打っていかなきゃいけないので、もう一つ上のこうメンタリティとかしっかり考え方をね作っておく必要があるので、まあ、本番の試合になった時に今まで技術で高めてきたものをどういうふうに今度はこう使っていこうみたいな考え方、頭の中でしっかり整理をしておくといいと思います。途中のトピック中に話をしたようにサーブの使い方、それからその次のポジション取りのところまで、まずはしっかりね、落とし込んで、ポジション取りのところまでいったら次どういうボールを打つのかみたいなところまでイメージが湧くと思いますので、そのあたりまで作っておくと、試合前1週間からでも十分、もうワンランクこうレベルが上がるというか、対戦相手からすると、ちょっともうワンプレッシャーを感じるようなプレーのね、仕方ができるようになりますので、サーブの使い方、その後のポジション取り的なところ、はい、しっかりと、試合前1週間から整理をね、しておきましょう。はい、その次の、ルーティンの確認です。ここのところは、コート外でも、できるところなので、ノートにね、まとめたりとか、スマホに書いといたりとかするとね、すごくいいと思います。試合を集中して臨むために、それから、もし自分が負け始めても慌てない。それから試合の最初でも慌てずにプレーする、その全てにおいてやっぱりこのルーティン、仕草、自分の動作っていうのをコントロールすることっていうのはすごく大事になりますので、ポイント感であったりとか、チェンジコートのところであったりとか、歩き方だったり、ガッと見るだったりね、飲み物飲む順番とか、そういうこと、しっかり決めておくと、落ち着いてプレーできます。はい、トピック中にも言いましたけど、テニスによって大事なのは、必ずこう次の1ポイントです。次の1ポイントを、どういうふうにやろうかなみたいなところを考える。もしくはね、考えなくてもいいと思います。そこに勝るな気持ちで、臨めるだけでも、十分いい反応を体がね、してくれるようになりますので、前のポイントを引きずって、もうダメだって思うんではなくて、次、来るボールは人生の中でまだ1回も自分が打ったことないボールなので、はい、そのボールに対して純粋にね、勝らな気持ちで反応するためにも、いいルーティンを作って、頭の中でそれを理解して、もう行動に起こしていくと。はい、こういうことは1週間前からでもね、しっかりやっていけると思います。最後、戦う気持ちを作るところですけど、根性論っぽくなくですね、自分が最後やっぱり戦い切るっていうのは難しいんだっていうところ、ここのところね、しっかり、思っておいた方がいいと思いますし、実際戦い、切ることによって、途中で、ポンと逆転できるっていうことがね、たくさんあります。やっぱテニスは、どっちかが心がですね、ポキッと折れる、その瞬間待ちみたいなところがね、ありますので、先に折れてしまうとやっぱり良くない。どちらも折れずに、最後までね、戦っていくことが大事ですので、まずは簡単なように見えて、その戦い切るっていうところは結構難しいんだよっていうところを、頭に入れておくといいと思いますし、そのために試合の1週間前から気持ちを作っておくと。はい、ジュニアのテンネレの子であれば、もうそれだけで、十分勝ちに値するんじゃないかなぐらいで、僕は思いますし、大人の方も、それができてないと、なんかね、違うことをやろうとしてしまう。はい、なんか試合中に、自分が練習したことを全部コートに置いてこずに、やったこともないようなこととか、もうどうしようもないから一か八かみたいなですね、一か八かみたいなことをやっていくと、もうこれはもう崖から飛び降りるようなものなので、ほとんど成功しませんし、もう相手からすると、その瞬間にニヤッとね、笑って打ってます。あ、ポキッと心が折れた音がしたみたいなね、相手がそう思ってしまうものなので、ここはね、しっかりと戦い切る、練習してきたものをコートに全部置いてくると、そういうメンタリティですよね、を試合の1週間前から作っていくというところね、おすすめしたいと思います。以上のようなところをですね、ちょこちょこっと気をつけるだけで、僕が今まで指導させていただいた選手も、強い子に勝ったりとか、落ち着いて、全国大会とか関西大会への出場を決めたりとか、草東で優勝したりとか、してきてますので、ぜひ皆さんね、もう大会の1週間前からすることないわではなくて、こっからでもまだね、たくさんやること、あって、そのちょっとした努力がね、すごく最後差を分けますので、はい、ぜひ頑張って結果を出してもらいたいと思います。